マリー、10年前王国を追われたあの日、俺から奪ったものを返してみなさい。先日の強大な波動と関連があるのだな。あれは魔人族の封印が解ける前兆だ。ヘンドリクセンはまだ生きていたわけか。それは大した問題じゃねえ。問題なのは復活した奴らが最悪ってことさ。実戒だ。すまない、つい興奮してしまったようだ。まさか魔人王直属の精鋭部隊が。さて団長殿、本題に入ろう。しっかりしろ。落ちてるものを何でも食うからこうなるんだ。痛くて正常でございますが。何を食べた。外に捨ててあった小瓶の中身だ。私は僕でございます。ゴーセルに与えた魔力安定薬か。これはまずいことになったぞ団長殿。